はいどうもこんにちは、あきとみのあきでございます。今日はよろしくお願いいたします。今日はですね、僕がですねファッションレビューみたいなことをやってみようかなと思うんですけども、3年間履き潰したジーンズをですね紹介してみようかなというふうに思います。早速ね紹介してみようかなと思います。こちらねトゥームーンさんからですね購入しましたですね、WX のレプリカ品になりますね。なんとですねこれ2013年だったと思います。2013年だからもう7年近く、7年間ぐらいヘリがちょうどこのタイミングで来ましたけども、南国だったから南国のオリジナルっていうお店でね購入した商品で、もう膝にね穴が開いちゃってね、結局もう履かなくなったジーンズを引っ張り出してね、もう一回なんか履きたいなと思って、なんかいい方法ないかなと思って引っ張り出してきた感じなんですよね。やっぱりねデニムはね3年間履いたあたりが一番かっこいいですよね。そっから先はねだんだんこう色が薄くなっていって、ほつれてきて、朽ち果てていくみたいな感じなんですけども、この商品もそうですね、3年ぐらいが一番良かったんだけど、だんだん色落ちが焦っていって、まあこの焦方がいいんだろうけど、焦っていって破れてしまったっていうジーンズですね。それからそうですね、もう 4,5 年ずっと履かなくなって、今やっと引っ張り出してきたって感じですね。ちょっと詳細見てみましょうか。でまあ WX のレプリカということなので、一番特徴的なのはこの缶の木がないっていうね、ここがまあディテールとしては有名なところなのかなという感じですね。バックポケットのねこの裏側、ここにですね実はこうリベットがあってですね、あの補強用のリベットなんですけど、この補強用のリベットをここでは表に出していないっていうね、隠しリベットっていうディテールがまあ WX の特徴なのかなという感じですね。本当言えばねここのね赤タブもねいろいろねあるんでしょうけど、まあここ赤タブはね結構商標登録の中、権利争いみたいなのがあってなかなかうまく表現できないみたいですけども、ここはですねトゥームーンの商品のロゴがここに隠されている感じですね。とその他コインポケットね、コインポケットのこの辺りもセルビッチデニムが使われちゃうとかね、そんな感じですね。もちろん、デニム生地は、このように、セルビッチのデニムの生地が使われているという感じですね。かなりレプリカを意識した商品ということですね。当たり具合をちょっと見てみましょうか。ヒゲですね、ヒゲ男爵ではないですけども、このヒゲ、ここがやっぱりジーンズの色落ちの醍醐味という場所でしょうかね。かなりこの僕のジーンズも履き込んできただけあって、このヒゲが、ダイナミックについてるんじゃないかなと。ヒゲに沿ってこのダメージがついちゃってね、ここがなんとも悲しいかなという感じで、ヒゲに沿ってビリッと破れちゃったって感じですね。ここなんとか補強したらいいなと思うんですけどね、このヒゲがなかなかいい味が出てるんじゃないかなというふうに思いますね。膝の後ろのこの色落ち、これも蜂の巣って言うんですけど、蜂の巣でいいよね。蜂の巣なんかも若干ちょっとポツポツ見える感じですね。で僕ね一番お気に入りの色落ちポイントとしてはね、ここね、そのお店でねチェーンステッチでやってもらったんですよ。通常今のジーンズってここ全部シングルステッチでバーって縫っちゃって、その時はねちょっとお金かかったんですけど、チェーンステッチね、こんな感じのステッチを、作って、縫い上げてもらったんですね。このねチェーンステッチのねこの色落ちがねめちゃめちゃ僕好きでして、もうチェーンステッチほつれちゃってるんですけど、このうねったこの色落ち、これが醍醐味ですよね。チェーンステッチの醍醐味、この辺りすごいついてますよね、ガーって。これがねシングルステッチじゃなかなか出ないんですよね、この色落ちがね。この色落ち、これがチェーンステッチの醍醐味という感じですね。あえなくちょっとチェーンステッチほつれちゃってね悲しいんですけどもね、この辺はなかなか修繕は難しいのかなという感じですけどもね。見てかっこいいで、この色落ち、あのねチェーンステッチの特徴としてね、あのちょっとあの生地がねねじれて縫い上げられちゃうんですよ。ねじれ、ちょっと斜めにねじれてるんですよ、このこれ斜めに入る感じ、色落ちがね斜めに入る感じが味となって、かなりおしゃれな感じというところですね。この辺りとかもねいい辺りが出てるんですよね。ね、濃紺がはっきりと分かれてるという感じです。
はい、そんな感じでね、この前、散歩してたらね、あのアンケートの中にはあのチャレンジショップができちょって、いわゆるその、個人のお店を出したいけどもなかなか資金がないと、そういう時は島都市が補助しますぜみたいな、そういう感じのチャレンジショップっていうのがあってですね、そちらで、ダメージジーンズを直すみたいなね、そんなお店があったので、ちょっと今からねちょっとお願いしてみてですね、このボロボロのダメージジーンズがどこまで修理できてですね、どこまで頑丈になるのか、また、どんだけかっこよく修理してくれるのかみたいなところをですね、フォローアップしてみたいなというふうに思います。撮影のご協力がね得られるんじゃないかなというふうに思いますので、勝手にちょっとコラボしてみたいなというふうに思いますので、店長さんまだよろかったらよろしくお願いいたしますということで、ちょっと今から行ってみます。はい、よいしょと、島都市のアンケートの中にやってきましたけども、アーケードの向こう側にね、お店があるようですけども、あのあと、子守をね頼まれて日が改まりましてまた別日でやってきております。あ、すげえ、なんかお店がもう入ってる。あ、本日貸し切りやって。じゃん。本日貸し切り。ここにちょっとお店にトライしてみようかなと思います。撮影ご協力いただいてもいいですか？あのジーンズのねリペアをお願いしたいなと思って、ちょっとあの、はい、看板見てやってきたんですけど。ありがとうございます。はい。結構箇所多いので、だいたい1箇所500円から1000円前後になってるんですけど、うん、はい、はい、だいたいこれだと5500円から6500円ぐらいになると思います、うんうん、はい、はい、うん、大丈夫です。はい、はい、なるべく、あれですかね、うん、あの目立たない方がいいですか？星跡はどうだろう、まあ、あの何あのじゃ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 って縦にやるじゃないですか、うんうん、はい、あんな感じで大丈夫です、はい、まあ、糸はなるべくこの辺の、そうですね、うんうんうん、なんかあの、うん、さりげなく修理しましたみたいな感じでも全然構わないので、はい、これぐらいいくと多分そっちの方がかっこいいと思います ね、うんうん、はい、なんか旗もらかないかですか？うん、たまたまねここ歩いて撮影しようときに、はい、看板見てあ、これはって思ってええ、あの仕事とかもずっとこっちですか？そうですそうです、はい、もう畑出身ということで、はい、地元っていう感じです、ね、地元です、はい、店長は？あ、僕は、はい、あの山口県で出身。あ、じゃあ I ターンでこっちに来られて、そうですね、うん、はい、いろいろ、はい、でお店は何、修理のお店じゃなくて古着屋さんとかそんな感じなんですか？そうです、古着と、あのお直し。あ、へえ、古着と直しってもう聞いて話せない関係なんで、うん、はいはいはい、ちょっとね、あ、直しながら、へえ、へえ、なんかオリジナルの商品とかもあったりしつつ、はい、そうです。服、まあ、はちょっとまだ作ってないんですけど、うん、このバスト、これは僕が作ってます。あ、へえ、生地とかすごいこだわってますよ。あ、そうなんですか。生地は国産のデニム、あ、はいはい、もしくは広島、へえ、デッドストックの生地を使ってます。へえ、じゃあもう使ってるうちにだんだん色落ちが、そうですね、縦落ちの色落ちみたいな感じになって、うん、なんかスマホケースとかあったらいいなとかって。あ、本当ですか。うん、キャンバスですけど、はい、もすごい分厚いやつで頑丈そうですね、うん、あ、すごい、うん、あとですね、なるべくあの考えで、うん、あの無駄にしないようなものづくりをしてて、はい、まあ、デッドストックって言ったら余ってる生地とか、でそれデッドストック生地と中がこれもかすりなんですよ。あ、着物？着物で使われるようなウール100のかすりで、それもちょっと余ってたのを見つけて、はい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 、そういうもの。店長これジムで縫うがです？そうです。すっげえ、へえ、すごいだからまあこれぐらいできるか、ちょっと修理もできるかなと思って、うん、はいはい、へえ、コス
ナーは、まあ、これはちょっと、まあ、作ってもらって、うん、特注の YKK のファスナーですかね。へぇ、市販にはないです。あ、へぇ、真鍮製の。うん、そうですね。はぁ、へぇ、使ってるうちに味が出るっていうやつですね。そうですね。はぁ、ちょっとリメイクとかもやってますね。うん、こんなやつ。あー、はいはいはい、はい、ちょっと変わったやつなんですけど、うん、マジックテープだったんですけど、一個だけこれマジックテープ赤にしたりとか。あー、はい、可愛いですね。このバンダナはついてなかったんですけど、うん、これイヴ・サンローランのバンダナだったんですけど、うん、余ってたんでここにちょっと縫い付けて。あー、へー、リメイクもちょっと、うん、本当だ。へー、おしゃれ。なんかさ、あの袖の裏側とかに、はい、こうワンポイントで縫い付けみたいな、うんうんうん、そんなもいい、ね、んなもできそうなんで、はい、できます、できます。へえ、でくるっとまくったらワンポイントになるみたいな、うん、あ、これもリメイクです。へえ、今これ回してますか？回してます。うん。こんなもリメイクですね。ああ、これもうちょっとすごい、あのビッグイーンのレプリカですけど、うん、すごいダメージ入ってたんですけど、それもちょっと直しながら。あ、ほんとだ、うん、へえ。これ最初見たら、あれ、これヴィンテージかなと思います。あー、へえ、縮れ方、うん、けどレプリカでした。あ、へえ。バンダナ復刻ものってやつだね。そうですね。うーん、これほんと、これハーフパンツだったんですけど、はいはい。新品に、うん、そうです。あ、すげえ。ロングにしました。ちゃんと身についてます。うん、あ、ほんまや、セルビッチデニムを使用しているということ で、 で、うん、変わった色落ちそうですね。そうですね。今ちょっとこういうのもちょっともう増やしていきたいです、うん、はい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 、遊びながら。なるほど。あとはまあ普通の部分で、はい、うん、ありがとうございました。します。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃんという感じで。いえ。それではありがとうございました。どうも、撮影ご協力ありがとうございました。はい。どうも。はい、失礼します。はい。よいしょ。どうも。はい、撮影ご協力ありがとうございました。よろしくお願いしますということで、マスターというかな、店長さん、インスタもやっているということですので。そちらもフォローしてみろかなというふうに思います、結構おしゃれな、アイテムたちもありまして、ちょっと気になりますね、はい、あのもし、気になる方いらしたら、お店の方をね見てみてはいかがでございましょうかということですね。それで、チェーンステッチの方は、できないということでしたので、ほどいてもらってですね、裾周辺を修理してですね、それから自分でね、大型にあるイッサっていうね、デニム工場がありますので、そちらに持って行って、僕がまたチェーンステッチ、そこの大型まで行ってチェーンステッチやってもらうみたいな、また一つのストーリーができるのかなという感じですね。2週間ぐらい待たなきゃいけないですけども、はい、また出来上がったらそちらの方またご報告したいなというふうに思います。それでは一旦ここで今日の動画終えようかなというふうに思います。最後までご視聴誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、いいね評価よかったらよろしくお願いいたします。それではまたの機会にお会いいたしましょう。おいたらねー。